ゃあ両方先方聞いたんで始めてください。はい、じゃあ始めてください。さあメルブラチーム対何チームだ。デスローでも前メルブラだったから珍しい。ローはじゃあ何だっていう。ローはメルブラじゃなくてこのゲームから始めたということで、その後ニトブラと引き続き何でもクソキャラを使うプレイヤーになってしまいました。そうですね、典型的強キャラ中でございます。しかしコールドプレイが苦手。さあどう出るかこの組み合わせ。しまウニではウニでは強キャラの2人と言われてますが、まあ多少白夜がちょっと劣るかなという組み合わせですけども、白夜も徹底すればいけないことはないキャラクターなので、遅らせからここ遅らせ波動、これ指導が痛いですよ。必殺技指導といえばこのゲーム痛いので、ほら見てください。投げ抜ける。さあ展開が早い。さあディレイをかけて暴れ潰しをする。このキャラダッシュ B からでも痛いんです。基本的にはどの必殺技必殺が当たっても3000を超える。中段これ最大指導レベルです。痛いですよ。さあここはローが前に行く。後期はあまりやっていないのでちょっとわからない部分もあるのではないかと。さあ B 筐体では盛り上がっている。さあグロがセダラに勝ったみたいですね。これが暁ということですかね。強い。さあそんなこと言ってるうちに後期がリードしている。駒投げやパリン。3C スカル投げが通る。割れてしまう。割られたら割り返す。倍返しだとダッシュし、さあ飛びログは、おお、すげえ読み合いだ。おっと、しゃがくらい。 3C は脊髄補正切りだがダッシュ B は出ない。このゲームダッシュ出にくいんですよね。なんかレスポンスが悪くなってしまったのか。さあここは白夜が2本連続勝利で、まずはローが倒していく。さあ続きましてデストアレ対風水白夜。白夜白くん白くんで対するゴールド2代目はもう決定戦かな。グロさんと今はグロとノーツの試合ですね。これ決定戦ですね。おそらくあっちはどうなっているのでしょうか。まだ始まったばかりです。さあ影響体を実況していきましょう。デスさんはあれカードなくしてもう一回始めからん。さあデストラーデのゴールド対風水白夜。さあ始まった。ここはまず FF を出していく。さあ牽制をあえて見せることで能動的に相手を動かしていくスタイル。ここはどう出る。端に連れていったのはデストラーデ。まずは思い切りいく2射相打ち。相打ちになったがダメージ勝ちしているのはデストラーデか。ここは 2C、 あっとミスってしまう。デストラルテはゴールドの中でも最も火力の高いプレイヤー。しかし中段から中段、これは初見では結構引っかかってしまうか。さあまずは先にここは駒投げで締める。遅らせに A から連携を組んでいく。全てディレイがかかっているので暴れ潰しになってしまう。ノーマル投げ。ここはまず風水がほぼパーフェクト状態で取られてしまう。ラウンド2、ここはしっかりしている。4ヒットはしないものの1500で状況がいい。さあここはさあ向こうの筐体はグロがノーツを倒して1-1。さあ荒れている荒れている、このゲーム荒れているぞ。荒れちゃっている。さあここは中段指導が痛い。これは指導が痛いぞ。さあこれはベーシック状態でも3500は減ってる。駒投げじゃない、いやいやノーマル投げは通る。これはさあ位置が入れ替わる。まだチャンスある。このゲームは削りしがないのでノーマル投げ横に飛ばして、さあデストラーデのコンボで VO ミス。まだここは勝ちに行くが
三振、これ連外になってないですね。ここは GC、 さあ FF で消えない。さあなぜ設置で消えてこれは消えないのか。ここはうまい、しっかりグリムで落としていく。 5C が当たる、これはカウンターヒット、ミスる。さあうるさい覇者ノーツ、ギリギリの勝利。結構怪しい。じゃあこっから1セットで、さあこっから1セットでやっていきます。さあこれは分からなくなってきた。デストラーデがまず今橋に連れていかれてる。駒投げ、2C、5C、 アサルトは、ここは 2B がカウンターヒット、噛み合ったか。さあこれミス、罠がある。ここは C グリムで逆転を生む。バックスでアサルト、 2C から 2B はスカル。さあここは 5C、 さあ遅らせ、さあディレイをかけていく。ここはインフィニットス、デストラーデ状況判断が素晴らしい。ここはデストラーデローチームが勝利。さあしっかりしてますね。さあここからは一大進行になります。セナルチームグロに似たされそうなところをなんとか阻止したみたいでございますね。次が暁の力はどうでしたでしょうか。グロの力は危ない。和光チームとやっぱ暁最強っすわ。何も起きなかったの。何も起きなかった。何も起きなかった。次あなた方ですよ。ジャケスさんもジャケしてない。エルトナムやっぱ弱い。あのキャラ弱い。あなたギリギリだったっすね。あ、俺はなりました。あなたはギリギリだったっすよ、本当に。で、ほい。じゃあ、流星和光チームは先方聞いたんで。無料チケットからじゃあ、この奥さんを拘束しようと思ったら、できなかった。まあ、いっぱいあるからいいんじゃない、まあ、まあ、みんな拘束してるしね。ちょ、カモネさんちょっと位置が良くない。それじゃあ動画台じゃない方は見れない。じゃあ両方聞いたんで始めてください。さて、俺はもうあんまり実況にパワーを使いたくないので、ここは共産にマイクをタッチ。はいはい、ちょっと覇者かなりさっき体力を使ったので、赤月にごっそり精神力という名のこう体力を削られたので変わります。はい、リンネ VS 和子、ごめん、リンネちゃんのリンネちゃん VS、和子のバティスタ。飛び道具対飛び道具の試合に見えますが、お互いに近距離戦もガリガリいけるので、まあ、一瞬の隙に交錯してからどうするかって話ですね。西が当たって5C まで入り込んでたので当たらないが、 CS から A ドリル着地投げ決めていく。 5C 設置から破裂させて B ドリル、 2C 5C 広いで画面端ゲージがあるのでここは殺し切ろうと思ったらコンボミス。それに対してリンネちゃんにワンチャンスが来る。リンネちゃんどうする。なんかキャラの名前言ってんだか、こうプレイヤーの名前言ってんだかよく分かんなくなってくる。ビダッシュビダッシュで前を詰めてるが、和子さんのバティスタが技が置いてあってめんどくさい。そこに J で落としていく。ここは殺しきれるのか。これはなぜならば CS を持っている。クロスキャストベールオフ 6C1 段目スカー2段3段からの X クーがクーが 6C1 段ダウン。ラウンド取ったのはリンネちゃんの。リンネちゃんこれすっげえ疲れる。あ、うまい。 J から時間切れキックが入って落としていく。完全になんか真横に攻撃判定あるけど大丈夫かな。あれ 5A からアサルト、アサルト、アサルト、ため時間を作らせないアサルトですね。バティサ戦では結構大事です。一瞬でも見せるとためが完成するので怖いところ。アサルトして何も出さないで攻撃したらファジーが待っていたと。和子さんのターン、でっかい球出してなんとかしたかったが、ぴょんぴょんしてるうちに位置が入れ替わって何も起きない。メールオフしてるのでゲージがあるのは和子。
ビームじゃ弾出して西で追い出して、とりあえずはグリッドを確保しつつね、前に出るふりをする、相手の事故を待っている、それに対してリンネちゃんどうする、走ってガードして、まあグリッドを溜めたいところですね。破裂が当たる、ちょうど相手がめくり気味になったかな。このゲーム厳密的な裏表はないですけど、まあ分かりやすい軸を使った裏表はまあさすがにありますので、本体の位置をよく見ていきましょう。弾を見てはいけません。最終ラウンド、バティスタが接地を2個置いてグリッド溜め合戦が始まりました。このゲームこれ大事です。クーガーを打って溜めていく、西を打って接地を置いて溜めていく、このスピード的にはまずはリンネちゃんがファースト CS 権を取っていく。可愛いキャラワレン、それは違います。はい、割れてしまう。これはバーティスタ有利ですね。このゲームゲージとかなんとかじゃなくてグリッドが割れるという状態が悪いです。何が悪いかというと、アサルトができない、シールドが張れないというのもありますけど、一定時間グリッドが回収できないので圧倒的に次のグリッド権を相手が取りやすくなるからです。しかしこのようにワンチャンすればわからない、なぜなら格闘ゲームだからです。安定行動なんてありません。攻めるリンネちゃん、ロクシーが当たんなくて昇竜拳。画面走り替わってワコさんが攻めるんではなく後ろに下がる、弾を置いて接地を出して、接地を出して後ろに下がってグリッドを貯める、安定行動に見えますが、このように突っ込んで一気に隙を刺すこともできますが、その隙が甘いとばかりにワコさんが反撃、シールドを投げて割っていく。 CS コパンが置いてある、いい置きですね。リーチ的には当たらなかったが、相手の暗い判定が伸びてきたのでいいところ当てていって、ゲージを吐いて保証ダメージで倒していく。勝ったのはワコバティスタ、社長が怒ってる。社長のね、使えねえって言葉がね、許してあげて大会だから。いやでも時間さんはね、名前をリンネちゃんにしてるからマスコットなんだ、可愛いからマスコット役に徹してる。あのね